どうも東京コンパスリスト、はい、こんにちは。はい、今日は東松原駅に来ました。東松原、なんか公園があるんですか。前梅ヶ丘行った時に行った公園がこっちも一応最寄りらしいよ。あ、めちゃくちゃでかい公園。なるほど、半分半分で。そう、まあ半分半分みたいな。まあ、前回はその梅の咲いてるところだけを見て、うん、全然そのこっち側の方の公園は全く見てなかったんで。そうそう、なんか桜もちょっと綺麗だったりするみたいですよ。いいですね。行きましょう。行きましょう。それではレッツゴー。今回は東松原駅へやってきました。駅前にお店は少ないのですが、昔ながらのお店があるのんびりした街です。地域の譲り合いの場、くるくる広場でお宝発見。老舗の和菓子を食べた後は大きな公園で満開の桜を楽しみました。それでは行ってみましょう。はい、ここは商店街ですか。まずね、駅前のね、のどかな商店街ですね。本当のどかだね。うん、とんかつめっちゃ食いたいんですよね。とんかつなんかあった。そう、サボテンがあったんですよ。サボテンはまあね、割とどこにでもあるかも。でも飲食店自体も少ないじゃん。そうですね。だからここマックスキアない、カラオケない地域なんじゃない。またやっぱスーパーも近くにないから、こういうコンビニもちょっと野菜とかね。そうだね、売ってますもんね。確かに。うん、 3F ね。 3F 久々に見た。なんか面白いくるくる広場みたいな。くるくる広場、なんかリサイクルショップというか。そうっすね。なんかここの街にいる人がいらないものをここに持ってきて欲しい人がいたらそれをもらうみたいな。そう、気持ちの金額を入れて。ああ、なるほどね。そうお会計しやずにそこのなんていうの、利用箱に入れて。そう、利用箱にお金入れたら、まあ、なんか買えると。そうだから街の人が、まあ、本当にいらないものを持ってきて、うん、で、ね、来る人は欲しいものがあればもらえるみたいな。いいっすね。駅からすぐくるくる広場。服や食器、おもちゃなどまだ使える不要品を持ち寄って、必要品を持ち帰りできるスペースです。ランドセルとかあるよね。すごいな。いや、今年から小学生になる皆さんどうですか。100円でね。え、土鍋あるよ。ちょっとこれめちゃくちゃ良くない。いいっすね。いや、ちょっと見てみて、なんか、え、すごい、これ100円。そう、めっちゃいいっすね。見た、天竜と大仁田敦の。え、天竜と大仁田敦の。めっちゃ好きやで。これ再生できないでしょ。VHS。 そうなんですね。まあ、見る人とってはお宝的なものがあったりするかもしれない。すげえな、夢の。靴もある、靴も。初めてですか、じゃあ。初めてです。ワイングラス持ってないから、ワイングラス普通に買っちゃったら。結構いいワイングラスだね。うん、立派なんじゃない。じゃあ、僕これいただきます。はい、どうぞ。よし、僕ワイングラス買ったんで。はい。なんかまあ、買ったというか、まあ、交換もらった。おお、これがリサイクルですよ。そう、 いいですね。ここ6年やってるらしい。へえ、すごいな。なんかさっき普通にあの物を持ってきた人とかいた。ああ、ね、お願いしますって。ああ、じゃあ俺も着ない服とか持ってこようかな。そうだな。だって少々の服とか欲しい人いっぱいおるでしょ。ぜひね、ぜひね、来てください。京風和菓子だね。へぇ、京都って書いてある。京都って関係あるのかな。どうなんでしょうね、和菓子って。和菓子屋さんか。うん、あ、そう、和菓子ってまあ京都とかですもんね。うん、まあ、和菓子屋さんある。はい、ちょっと食べます。食べましょう。食べましょう。はい。駅から徒歩約3分、京東さん。見えづらいのですが、たくさんの種類の和菓子が並んでいました。一層は梅大福、阿部ちゃんは栗まん、翔太はごま焼きです。じゃあいただきます。お茶飲みたくなるわ。うん、なんかすごい甘い梅。うん、美味しそうですね。蜂蜜梅やな。うん、
めちゃくちゃおじいちゃんが経営してた、うん、何歳ぐらいだろう。80近いんじゃないですか、うん、奥さんもいたから奥さんと2人やって経営してらっしゃるんですかね、うん、この石さんのさサイン飾ってあったじゃん、うん、本当に名前はさ全く読めないけどさ、うん、でも舞優って書いてあったから愛しちゃったんだ。いいな、俺も欲しいな舞優。うん、分かった。頑張る。稲城公園、おあの梅ヶ丘駅で行った時も羽根木公園、またクソでかい公園ね。そうそう、今回はまたこの逆側というか、はい、ちょっと行ってみましょうか。行きましょう。これ偽物みたいだね。そうですね、造花みたい。綺麗、ね、だ。綺麗綺麗。さすが春。春はいいっすね、色とりどり、ね、自然ってすげえ。どうやって黄色になろうと思ったのか、ピンクになろうと思ったのか、すごいな、色ってすげえ。確かにね、なんかこっちになんか迷路の遊び場とか楽しそう。桜並木、今桜見れるよ、うん、桜よりも今日は迷路遊び場をメインに。確かにここ道に行きましょう。ちょっと中行ってみましょうか、はい、おお、今日お二人ともニコイチファッションですね。色味同じでデニム、このグレーグレーっていうか紺色、紺色、まあ俺3分の1でこのファッションやな。確かにすごい、なんかそういう衣装の YouTuber なのかなって思っちゃうな。うん、マジで、はい、これはね、たまたまです。桜すごい咲いてますね。はい、いやすごいな、今日も満開ですわ。いやいいですね、今日も綺麗だ。前回どこへ見たいの？前回は桜台。あ、そう、桜台か。桜台はさ、なんか道路沿いの桜だったじゃん。そうですね。やっぱこういう公園にあるさ、桜ってまた一段と綺麗だね。こう街中をこうバックに見る桜と、こう自然をバックに見る桜とね、違いますね。しかも咲き具合が多分ここすごいと思うね。だいぶ満開。こっちすごいですね。すごいな。お花見スポットって気がする、感じがする、本当に。本当すごいね。すごいな。迷路はどこ？多分ここが多分違う？あ、そこ？ここじゃないですか。ここだよ、ここ多分。あ、そこだ。あ、ちょ、キッズだ。もうキッズだね。へえ。あ、でも。でも俺想像してたのと違う、なんかもう本当にもう迷宮みたいな。子供が楽しむ迷路だね。いいね、子供の遊び声が聞こえて。そうそう、もう最高よ。子供欲しいけど、いやもう最近 YouTube でもファミリー系の YouTube ばっか見てるからさ。いや子供が可愛くてしゃあないよ。ああ。それ見てでも欲しいと思う。欲しいとは思わねえの。てか、俺にできるのかなっていうことしか考えない。なるほどね。だから見て、耐えるって。耐える。なんだそれ。見て耐える。耐える。はい、はい、公園から帰ってきまして、はい、本日のご飯は、こちらのそばです。おそば、トモエイヤ、トモエイヤさん、トモエイヤさ さん、うん、かなりなんか老舗感がある。あ、いいですね。そば、ね、うん、屋さんです。絶対うまいやつやん、うんうん、じゃあそば食べましょうか。はい、行きましょう。駅から徒歩約3分、トモエイヤさん。翔太はカツカレー、阿部ちゃんは盛りそば、磯はざるそばです。いただきます。盛りそばとざるそばの違いが、海苔があるかないかな、らしいね。そうなんですよ、俺海苔あるかな、うん、初めて。海苔あり、海苔なしそばいいんじゃないですかね。確かに。ごめんね、だしが効いたカレーだ、お蕎麦屋さんの。うん、
そば甘い。うまいでございます。うま、うまいね。なんか久しぶりに座敷でご飯食った気がします。確かに。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。非常に美味しいおそばでした。うん、そば美味しかったです。店員さんもすごい気さくで、めちゃくちゃ面白いおばちゃんだったね。いい人だった。うん、はい、ということで今回は東松原駅でした。はい、はい、まあ本当公園のあたりは子供の、そうだね、あれは声がのどかでしたね。そう、本当にそうね、うん、のどかだった。よかったです。はい、はい、はい、ってことで今日もありがとうございました。ありがとうございました。それでチャンネル登録よろしくお願いします。はい。